続いての登場は芝 1400m から 2000m の G2 参照を挙げ、京都マイルのレコードホルダーでありますサングレーザーをご紹介いたします。父は10年連続チャンピオンサイヤーに輝くディープインパクト、母はマンティスハント、母の父はデプティミニスターであります。本場は2歳から5歳児に10戦7勝デビュー2戦目で勝ち上がり、デイリー杯2歳ステークスで3着となるなど、早くからその素質を覗かせていました。3歳となり、5月に2勝目を挙げると、そこから3連勝で能力が開花、果敢に挑んだ G2 スワンステークスでは素晴らしい決め手を発揮して、コバを相手に快勝し重賞初制覇、続く G1 マイルチャンピオンシップでは勝ち馬に0秒13と肉薄する形で3着となりました。また翌年の G2 マイラーズカップでは、後に安田記念を制したモズアスコットラを相手に33秒2の切れ味で退け、1分31秒3のレコードで勝利を収めました。その後は中距離へと路線を変更し、芝 2000m の札幌記念でダービー馬エリザベス女王杯勝ち馬を相手に勝利し、また G1 天皇賞秋では G1 馬7頭を相手に真っ向勝負を挑み、勝ち馬レイデオロに迫る2着となりました。類まれなる切れ味を武器に、芝 1400m から 2000m まで対応可能なその能力は、勝負として耐性できる要素を大いに感じさせます。父ディープインパクトにつきましては、説明不要の大勝負馬、ボケにつきましては祖母のウィッチフルシンキングが米国の芝重賞を4勝、またおばにダート G1、JBC レディスクラシックを勝ちましたメイデイヤ、G3 福島牝馬勝ち馬の、ロフティエイムなど芝ダート双方に対応できる血統背景を持ち合わせております。なお本年の種付き料は受胎条件30万円となっております。ぜひご検討いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上、サングレーザーでした。